はい、皆さんこんにちは。今日の動画では新しく発表されたミニのクーパーエレクトリックについてデザインの解説をしていきたいと思います。この車は事前のスパイショットを見ながら軽く動画にまとめていましたが、ついに新しくちゃんと公開されました。しっかりと内外装まで、特に内装もよくできているので見ていきたいと思います。来週はちょうどドイツでモーターショーが開催される関係で、今いろいろな新型車がポンポンと発表されています。そちらについても順々に見ていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していろいろな動画をお待ちいただけると幸いです。では早速この車を解説していきたいと思います。今回の新型のミニは名前がクーパーエレクトリックというだけあって EV の車になっております。これからまあガソリンモデルも出るのかなと思いますが、まず EV モデルの発表ですね。かなり全体的にチャレンジをしてきていて、今までのミニと違うところがたくさんありますが、その辺は評価が非常に難しいところで、もともとのミニが大好きだった人からするとミニらしさが少しずつ失われていってですね、こんなのを見ると違う感じがするという意見もすごく理解できるし、逆に今までのクラシカルなデザインを残しすぎると時代に取り残されたり、デザインの流れに置き去りにされたりすることが起こるので、それに対してうまく後付け子とかを取り入れることも必要ですね。これまでなかったようなプレスを入れたりすることによって進化させていくというのも必要ですよね。ただ見るだけじゃなくて、いろんな車がやっぱり EV の登場だったりする中で、デザインがどんどんモダンになって、グリルがなくなっていったりする流れに対して、結構難しいデザインの変化をしていますが、そこに対してこんなのがミニじゃないという解説をずっとしていても仕方がないので、今回は、面白いところやデザインのいいところを中心に解説していきたいと思います。はい、ではまずはいつも通りフロントクォーターからデザインを見ていきましょう。フロントフェイスは今回ライトが非常に大きく、丸のデイライトが目立って配置されているので非常に可愛らしい顔に収まっているかなと思います。現行モデルと比べるとすごくわかりやすいんですけど、このデイライトの輪っかっていうのがだいぶ今回大きくなってますよね。この輪っかと、この輪っかってライト自体の外形っていうのは先代もまあまあまあ大きかったので、そこまで変化はないと思うんですけど、このデイライトの輪を縁ギリギリまで寄せることによって目がパッチリした印象で、この辺は人のメイクとかともちょっと近いかもしれないですけど、目が大きく非常に可愛いフェイスに仕上がってるかなと思います。他の部分に関してはもうこの現行のマイナーチェンジしたモデルの段階でだいぶこの辺のデザインというのもモダンになっていて、グリルの中にボディ色入れることによって今風のデザインにしていたりとか、結構クラシカルの部分からモダンなデザインにミニも進化しているなってっていう風なデザインだったんですけど、そこからさらに今回の新型でこの縁の処理がすごくシンプルになっていたりとか、このサイドにフォグだったりインテークがなくてつるんとしていたりとか、全体的に要素が減らされてすごくよりモダンに進化したっていうのがこの写真を見るとね、非常にわかりやすいかなと思います。現行までの流れを見るとこんな感じですね。クラシカルなミニからうまく要素を取り入れてきて、メッキのグリルだったりとか、メッキ調のドアノブだったり、あと樹脂製のオーバーフェンダーだったり、そういうものを装備して進化していったんですけど、まあどうしてもこのメッキのグリルっていうのは今の時代の車からするとクラシカルすぎるっていうのもあって、もちろんそれがクラシカルなデザインのミニの良さでもあるんですけど、そこを思い切って現行モデルからこういうライン状のスタイルにしたりとか、至るところでよりモダンなデザインに進化してきたっていうのが現行までの流れになってます。
で、今回の進化型っていうのも、その流れで見てみると、まあ、正常進化といえば正常進化ではあるんですよ。ね、だんだんモダンなデザインに合わせて進化してミニもミニ出したっていうのを残しつつ、うまく現代の車に進化しているんですけど、こうやって見てみると、さっき言ったように、このメッキのグリルっていうのが、かなりすごくシンプルなデザインになって、ボディと綺麗に同化していたりとか、あとは樹脂製のフェンダーがなくなって、この辺のボディがすごくつるんとして、新、プルな形になっていったりとか、あとはドアノブに関しても、上からメキのパーツがこうついていて、クラシカルな装飾的なデザインになっているわけではなくて、ボディ面と一体になっているタイプのドアノブというのが採用されていて、このあたりも全然現行までとは違いますよね。あとは細かいところですけど、現行までのミニっていうのは、こういうシェル型のボンネットが大きく入っていて、開き方が非常に面白くて、ユニークだったんですけど、それも今回、まあ、EV 化とかも関係あるのか、通常の結構普通なスタンダードなタイプのネットの形状に変化してます。まあ、これもミニといえばこのシェル型のボンネットだよねって思ってた方もいると思うので、複雑なところではありますけど、いろんな理由があって変更されているっていう形なんでしょうね。ただ、いろんな変更がありつつも、ちゃんとこのボディ形状がこういう風に下のボディと上の皿のようなルーフで分かれている部分だとか、あと、この可愛らしい丸めに綺麗に丸みを帯びたフェンダーがつながっているところとか、こういうところっていうのが全体的にちゃんとミニのデザインとして継承されているので、パッと見では誰らが見ても見るに見えるっていうのは非常にいいポイントかなと思います。本当にこの辺のデザインの変更っていうのは最初にも言ったようにめちゃくちゃ難しい問題で 100% の答えっていうのはなくて、よりミニマニアに向けて作ると大衆の受けとかに置き去りにされてしまうし、逆に大衆受けを狙いすぎてどんどんトレンドだけを追ってしまうと、ミニ出したっていうのが全くない車になってしまうので、そこのバランスがめちゃくちゃ難しい中で、すごい頑張って工夫をして逃げ出したを残しつつ、モダンなデザインに進化させているっていうのが今回のミニになってるのかなと個人的には思います。はい、ということで画像を戻ってですね、ボディ造形の解説の続きをしていきたいと思います。今回の新型のミニはですね、やっぱり一番の特徴として要素が本当に減ってシンプルになったっていうのが大きいですよね。今までこのサイドインテークの部分にエクボのような造形があったりとか、いろんなものがついていたのがなくなって、すごいつるんとした面だったりとか、このライトっていうのも中のプロジェクター周りをブラックアウトして目立たないようにしてあげ、デイライトだけをすごく綺麗に、輪っかだけがシンプルに目立つようにしって、あったりとか、至るところでかなりモダンに要素を少なくデザインされているので、この可愛らしい顔っていうのがより引き立っているかと思います。こうやって上から見てもボディ造形が非常に綺麗に丸みを帯びて美しくシンプルにまとまっているのがわかると思うんですけど、このルーフの造形の輪っかと下のボディの造形の輪っかっていうのは綺麗にこうしていてうまく見出したっていうのも出てますよね。やっぱり一番の見出したっていうのはこのボディの丸みだったり丸めっていうのももちろんなんですけど、このボディ造形の作り方にあると思うので、それがしっかり今回も継承されているっていうのは、まあここを継承しないとちょっとミニじゃなくなってしまうなっていうのはもちろんあるんですけど、まあね、しっかりポイントを押さえてるところですよね。ただちょっと意外だったのは、ここのプレスラインで昨日ね、ライブ配信でも言ったんですけど、ボディに強いプレスラインがピチッと入って、フロントとリアのタイヤに踏ん張ってて、しかも
これが C 上がりに上がってるんですよね。今までのミニの場合っていうのは、丸みを生かして、ここもリフレクションがあったんですけど、こんなに強いプレスラインというのは入っていなかったので、結構ね、思い切った変更にはなるかなと思います。はい。ということで、続いてこちらがサイドビューですね。こうやってサイドから見ると、さっきのプレスラインっていうのがより際立っていますけど、全体的にはめちゃくちゃミニらしいフォルムにまとまっていて、で、正常進化っていう風に見えるかなと思います。今回ですね、樹脂フェンダーがなくなった代わりに、かなりホイールアーチと、あとこのタイヤサイズっていうのが大きくなっているので、めちゃくちゃバランスは、特にこのサンドアの場合はバランスがいいですよね。このホイールアーチが車に対して小さいとですね、めちゃくちゃ貧相な車に見えてしまうんですけど、かなりこのボディサイズに対してタイヤホイールが大きいので、すごいね、スポーティーにも見えるし、バランスっていうのもよくまとまっているなと個人的には思います。はい。では続いて、どんどん行って、こちらがね、リアビューになるんですけど、リアから見ると、このテールランプの形状が大きく変わったっていうのが、やっぱり一大トピックですよね。今までは、楕円形というか、四角い形のテールランプが、こう2個入っていて、画像を出した方が早いですけど、こんな形ですね。そこに対して最近は、ユニオンジャックがですね、こういう風にレイアウトされていて、イギリスらしいね。まあ、イギリスの国旗、かっこいいの、羨ましいなっていうのを思ったりもしますけど、非常にね、イギリスらしいデザインにまとまっていたかなと思います。ただ、このデザインっていうのを今回ね、見に行っていうのは、一気に変えてきて、この国旗の、この斜めのラインだけを残してですね、スパッとね、ストレートに、切ってきたんですよね。それが非常に今回はリアビューイン変更としては大きいかなと思います。そのスパッと切ったね、デザインっていうのを左右黒いガーニッシュでね、最後繋いでいるので、かなりこれは今のトレンドっていうのも意識してですね、まとめてきているんだなと思うんですけど、ここの、この外側のラインですね、トランクのラインっていうのがそのまま面をね、スパッと切るプレスラインにつながっていて、リアの面がですね、ここで断面のようにスパッと切られているんですけど、なかなかね、斬新で面白いデザインではあると思います。ただ、まあ、賛否は分かれそう、じゃあは分かれそうですよ。ね、非常に難しいところですけど、ここもですね、新しいミニとして進化して脱皮しようとしてるっていうところがですね、すごい見え隠れしているところですよね。こうやって見ると、スパッとね、まっすぐ切っているので、やっぱり今までの形に比べると、いきなりね、こういう形になると、違和感があるっていう方もいるとは思うんですけど、エッジの形を見てみると、これまでみたいにですね、綺麗に、まあ、丸みを帯びていて、それをスパッとこう切ってるような形なので、まあ、進化というかミニらしさ、今までのテールランプらしさが、まあ、全くないっていう、デザインではないんですよね。まあ、こうして比べてみるとですね、今までのライトっていうのはボッコッとね、これ自体が立体で膨らんでいて、全然別の造形としてね、上からついているので、まあ、今の新しいものとはですね、形もデザインというのも全然違いはするんですけど、そんな中でね、うまく少しだけでも形をね、残して見出しさを出そうとしているっていうのが非常に面白いところですよね。はい。ということでですね、外装解説ここまでねしてきたんですけど、最後にね、内装も少しだけ見ていきたいと思います。内装に関しては、やっぱり触ったりとか、座った時の質感っていうのがわからないの。で、あんまりね、詳しく解説はできないんですけど、今回こうやってデザインを見るだけでもかなりね、新しくなっていて、すごいね、いいデザインにまとまってるのがわかりますよね。ディスプレイに関してもベゼルです。で、今までのね、ミニもこういう円形のモニターというのは使ってましたけど、それがさらに進化した形になってます。まあね、
外装を見てもわかるように、全体がね、非常にモダンになっていて、つるんとですね、要素を少なくしたデザインにまとまっているので、この辺もです。ね。円に装飾をつけたりせずに、ベゼルレスでね、極限までシンプルにしているっていうのが、すごいね、面白いですよね。このダッシュボードについても、一つの窯まれでですね、デザインされてるんですけど、それが表面がファブリックのようになっていて、ここにね、吹き出し口がうまく隠れていてっていうデザインですね。よく見ると柄がストロー隠しになっているんですけど、これは何なんだろうな？日本の模様をリスペクトし。こうやって見ると、このサイドのスピーカーだったりとかモニターだったり、あと下のね、この操作類とか全部がね、丸もしくは角丸の長方形でできてますよね。この吹き出し口とかもそうだし、ドアノブ周りもそうですね。こういうところも、ちゃんと丸みを帯びたデザインでデザインされつつも、そんなにね、可愛すぎないというか、うまくですね、シンプルにまとめているっていうのはさすがなところかな、と思います。まあ、なかなか現状ですね。日本のメーカーだとここまでね、リビングっぽい内装で要素を減らしてモダンにしているものっていうのは少ないですけど、やっぱりね、こういうデザイン非常にね、いいし質感でね、勝負してるっていうのもね、さすがなところだと思うので、見習ってほしいなとは思いますよね。ぜひね、皆さんの意見もコメントの方に書いてみてください。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今回は新型が発表されたミニクーパーエレクトリックについてデザインの解説をしてみました。まあですね、このミニに関してはモデルチェンジするたびにね、いろんな意見が飛び交う車ではありますけど、ぜひコメントする際はですね、こんなのミニじゃないとどうなるだけじゃなくてね、いろんな意見ってのを尊重した上でコメントしていただけると幸いです。チャンネル登録